はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとこのラジオをよく聞いてくれてるアミジストブルーさんっていうすごいお笑い詳しい方がいるんですよ。詳しい方がいて、その人のコメントでちょっとあったのをピックアップしたいんですけど、まっちゃんと中居くんについてなんですよ。でね、ちょっと何の準備もなくいきなり喋るんで、ちょっと話がごちゃごちゃするかもしれないんですけど、まずまっちゃんと中居くんってすごくこの仲がいいみたいなんですよね。でね、実際にその仲がいいっていうのが視聴者的に分かったのが、やっぱりその2000年前半ぐらいに一緒にバラエティの番組やったりとか、あと伝説の教師っていうドラマがあったんですよ、2人が主演のやつがね。でそこら辺から、ああ仲がいいんだなっていうのがこのテレビを見てる側にも伝わってくるの感じで、でもともとね、ダウンタウンとスマップってそのいわゆるすごい売れてる時期が一緒だったんですよね。まあいわゆるそのお笑いのトップに、ダウンタウンとかトンネルズとかがいて、でその時期のアイドルのトップがスマップだったみたいな、そういう感じだったんですよね。なんでそのヘイヘイヘイとか歌番とかにもさ出てたしね、同時期のレジェンドっていうので、だったんですよ。だけどその中でもまっちゃんと中居くんが仲いいっていうのが分かったのが、そのやっぱりそのバラエティーのなんかね、2人でやったバラエティーですごい面白いのあったんですよね。何だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、あって、でそこら辺からその伝説の教師っていうドラマが始まったんですよ。でね、伝説の教師っていうのは基本的にはね、面白いドラマで、でアドリブが結構あった感じだったんですよね。そのまっちゃんと中居くんの、多分おそらくあれアドリブなんじゃないかな、ちょっとコントみたいなのがちょいちょい入るドラマで、台本とお笑いのちょっとなんかな、フリートークまではいかないけど、そんな感じのがあって、結構面白かったですね、あのドラマね。そんなんでね、でやはりその仲いいっていうので、今度何でしたっけ、新しい番組が始まるみたいなんですよね。松本中居っていうんでしたっけ、なんかちょっとこれから始まるのかなっていうのも始まるみたいで、一時代をね築いたそのお笑いとアイドルのグループの、2人がずっと仲良くて、今これからも新しい番組をやるっていうその構図だと思うんですよね。あれですよね、だから、ヘイヘイヘイとかにもね、スマップ何回も出てましたもんね。でなんかね、ちょっと余談なんですけど、その笑っていいともの最終回で、ダウンタウンとトンネルズがその一緒に舞台に上がりましたよね。上がって、でどうするどうするみたいになってね、一瞬そのちょっと誰が仕切るみたいな感じで少し困った場面があったんですよね。その時にその中居くんをね、誰かが呼んで中居くんが仕切るという場面があったんですよ。なんでで後でね、それをね、へいへいへいかなんかで浜ちゃんがですね、あれを仕切れるのは中居しかおらんでみたいな感じのこと言ってたんですよね、確かね。なんで中居くんっていうのはそのやっぱりそのダウンタウンにも認められてるというか、仲いいだけじゃなくてその認められてて、そういうなんかすごいポジションなんだなっていうのは見てて感じましたよ、テレビはね。なんでね、やはりそのなんかダウンタウンとスマップっていうそのところから来て、でその中の2人がこういう、ドラマとか番組とかをこれからもやっているというような、背景でしょうね。ちょっとね、コメントを見て何の準備もなくいきなり喋ったんでちょっとあれだったんですけども、大体そんな感じでしょうね。
またね、何かそのコメントありましたら、できる範囲でやりますので、またお願いします。